気がついたかい？さて、君はこれからどうする？君もまた彼らと同じ神だ。彼らの行いを認めるのならば、その魂を差し出し、世界の一部に帰っていくべきかもしれないよ。まだ進むんだね。それでこそアスラさ。君の魂は決してゴーマのものにも、デウスたちのものにもならない。僕が探し求めていた素晴らしい強さを秘めている。デウスは世界を救っているつもりさ。でもそのためには君の娘ミスラが手放せない。ミスラ、そうとも。さあ、もっと思い出すんだ。君が前に進む力の源を。Yeah!
忘れるほど戦いに没頭するとは、だいぶ成長したな、アースラ。守るものが増えたというのに、このアレヨは何だ？それとも、それゆえか？守るものだと？気に入らん。戦いは、戦いのためになされるべきだ。あなたならそうだろうがな。この地域のゴーマは全て討伐した。戻るぞ。
お父様が無事にお戻りですよ、ミスラ。お帰りなさいませ、あなた。ああ、あれが守るべきものか。あなたには理解できないかもしれないが、ドゥルガ。お兄様、逃げることはなかろうに。ミスラが泣くとどうしていいかわからなくなるようで。あやしてやればよいではないか。あの人が？どけ。悪くない、アスラ。抑えられないフンヌが気候を翻弄している。それでこそだ。我と組む気はないか、アスラ。何時と我らならより効率的にゴーマを駆逐できるが。しつこいぞ。アスラよ、ミスラは巫女となるべき大事な器。気をつけて育てることじゃ、不器用なりにな。本当に不器用だ。でも僕は嫌いじゃないよ。それに君の魂の炎の拠り所が分かったし、つまりアスラ、君は。やめろ。え？なんだって？泣くな。やめろ。泣く？何のことだい？君は何を？八神将のあなたもこの子にはかなわないのですね。よくわからん。私は思うのです。あなたはこの子にただ幸せな。一体君は何に怒っているんだい？その時間の原点は一体？シャラアトゥラマーナ、シャラアトゥラマーナ。
再びアスラが目覚めたのは祭壇のような場所。アスラの体は御神体として村人たちによって安置されていたのだ。その村に迫るゴーマの脅威、そして七聖天カルロの軍勢。